皆さんこんにちは。デザインアートの翼第1回目放送の時間がやってきました。この番組は東海地区で活躍しているデザイナーや芸術家、美術館や博物館などデザインに関することにスポットを当てて紹介していく番組です。すいません、進行は私まっちゃんと、今日はゲストに八坂画廊の清松敦彦さんをお迎えしています。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、いきなりカミカミで、いやいやちょっと緊張してるんで、初めての放送ですけど今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。まずは八坂画廊さんについて説明していきたいと思っています。八坂画廊は地下鉄東山線伏見駅、5番出口より直通のニットチビル内にあり、日本近代美術史において、重要な役割を担う芸術家たちの作品を中心に取り扱っています。広さと落ち着きのある空間で、常設展示のほか、特定の芸術家を紹介する展覧会も随時開催しています。はい。ありがとうございます。伏見駅5番出口。すごい近いですよね。そうですね。すぐに出口上がったらビルですね。ビルがもう、ええ、めっちゃいい立地で、そうですね、夜になるとダンサーがたくさん出てくるビルとして有名なあのビルです。窓ガラスが、そうです、そうです。まあこんないい風に紹介していただいて、ね、ありがとうございます。なかなか、あとは近代美術史そうですね、まああんまり興味がない人には馴染みは薄いんですけれども、はい、美術史、歴史っていうものを割と重要視して、はい、よく言う印象派とか、ああいうところからずっと来てる明治大正昭和っていう美術の流れを、まあ、商品として取り扱ってるっていうお店なんです、はい、普段は、はいはい。それは西洋画と日本画、あ、そうですね、どっちも何でも、はい、いろんな画廊があるんですけど、うちはまあ西洋のものもやるし、はい、日本画もやるし、はい、あとお茶碗とか掛け軸とかも扱うし、はい、まあ、一通り何でも、まあ、今回はそれで人形っていうことでちょっと違うジャンルのものもやるんですけれども、はい、そういう美術の歴史に関わるものだったら積極的に取り入れて、はいはい、やっております。すごいですね、いろいろ。それでは、4月の18日から5月の31日に開催されている四谷志門とエコールド志門の展示風景を紹介したいと思います。 VTR お願いします。きっかけは、まあ、この四谷志門さんってうちはもともと他に絵とかもっと古いものをやることが多い画廊なんですけど、この方は非常に人形っていう形なんですけれども、こう日本の美術のこう歴史の一部分になりうる非常に素晴らしい、まあ、作家さんということで以前から注目していて、でたまたま今回ご縁があってこうやって名古屋でまあ初めてですね、ちょっと大きな展示っていうものをさせていただけることになったんですけれども、まあ、今回はね、今回はこの並んでるのはここ10年ぐらいに四谷志門先生がお作りになった人形で、こちらがそのもう30年ぐらい続いているエコールド志門という人形学校の生徒さんというか、そこにおられるアーティストたちの作品をまとめてご紹介するっていう機会をさせていただいてますね。
段画廊っていうとこう敷居が高いとか割とこうおじいさんやおばあさんばっかりっていうイメージが多いですけど、今回はそれは若い方もよく来ていただいて、でこういう40年ぐらい前のものが懐かしいわっていう方もいらっしゃるし、非常に幅広くお好きな方がいらしていただくっていう印象ですね。いえ、もう今回は全く初めてです。普段からうちで常設展示としてはご紹介しているんですが、こうやって作品を一堂に集めて展示するっていうのは全く初めてというか、名古屋でもですし全国でもちょっとこういう画廊でやられるっていうのは非常に久しぶりなんじゃないかなというふうに聞いております。すごいあれですね、個性豊かな作品がいっぱいで。そうですね、はい、最初の方に流れてたのが、はい、エコールド・シモンさんといってその学校の、はい、所属してるアーティストの方々の作品で、はい、1点ずつなんですけど一人一人違った個性の作品は展示されて、はい、そうですよね、面白いですね。その形からもう、猫だったり、ああそうですね、なんでしょうよくわからなかった、基本的な技術は、はい、まあ継承して、はい、割と自分のことをっていう、そういうところが面白みがありますよね、はい、そうですね、うん、でもやっぱり四谷志門さんの作品はどれも綺麗でしたね。ああアップでしても、肌の質感とかがすごく綺麗だなって思って、アップにしても綺麗だし、はい、横から撮っても綺麗ですしね、はい、よく分かりましたね今、はい、うん、どこから見てもパーフェクトですね。パーフェクトですね。はい、本当に、はい、それでは告知をしていきたいと思います。告知お願いします。八坂画廊では人形作家として活躍する四谷志門氏と、はい、市の創設した学校エコールド志門所属のアーティストたちによる展示を行っています。はい、今回は最新作をはじめとして近作を中心に40年にわたる四谷志門の活動を紹介します。はい、独特の美しさと魅力、そして世界観のある展示に皆さんもぜひ足を運んでみてください。読めました。これは見る価値ありますよ。はい、ありがとうございます。一応展示しているのは5月末まで、日曜日は、はい、まあ、お休みをいただいておりますので、はい、はい、それ以外の日は見ることできますので、ぜひよろしくお願いいたします。どんどん見に行っちゃってください。それでは CM の方入りたいと思います。お願いします。